久しぶりだな、冴島。冴の花や、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ、相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き、網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由、もう分かっとんのとちゃうか。まあ、見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛をやっとった森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡から神室町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。ふん、面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。